お元気ですか、ボクシビでございます。今回は BBM2024 ベースボールカードセカンドバージョン2回目の、開封動画パート3でございます。では5袋開封していきたいと思います。ではパート3のね、1袋目開封していきたいと思います。中日ドラゴンズの、柳裕也投手でございます。オリックスのこれはセデーニョ内野手でございます。で横浜のこれは中川ハヤテ投手でございます。で西武ライオンズの佐藤俊介投手でございます。広島の上本隆内野手でございます。で広島の楽天の鈴木大地、内野手でございます。失礼いたしました。でヤクルトの松本健吾投手でございます。で日本ハムの伊藤大海投手でございます。で中日ドラゴンズの涌井秀明投手のキラでございます。2袋目でございます。読売ジャイアンツの吉田幸典捕手でございます。で埼玉西武ライオンズの外崎修太内野手でございます。でこちらで、これ中日ドラゴンズの、これチェックリットでございます。で千葉ロッテの友杉敦貴内野手のこれはクロスカードでございます。で阪神タイガースの、糸原健人内野手でございます。で広島カープの秋山翔吾外野手でございます。のこちらですね、わかりますでしょうか。ちょっとパターンが違います。こちらがね 100C のカードでございます。広島東洋カープのね秋山翔吾外野手でございます。で始球式、ごめんなさい、始球式カードが出ましたね。タレントの幸平梨沙さんの、ね、始球式カードでございます。はい、続けていきます。楽天の松田拓磨、投手でございます。で、読売ジャイアンツの佐々木俊介外野手のこれキラでございます。で中日ドラゴンズの岡林勇希、外野手でございます。3袋目でございます。で中日ドラゴンズの中田翔内野手でございます。ソフトバンクホークスの、こちらですね、これは周東右京選手でございます。内野手でございます。で、東北楽天の庄司恒成投手でございます。で我が北海道日本ハムファイターズのこれチェックリストでございます。で始球式カードでございまして、こちらですね、これグッドクルーの、アイドルグループですよね、の一人で、一ノ瀬二ノさんのこれ始球式カードでございます。
で千葉ロッテの横山陸斗投手でございます。で、読売ジャイアンツの岡本拓磨内野手でございます。で北海道日本ハムの野村勇希内野手でございます。で、こちらですね、阪神タイガースのこれはチェックリストでございます。で横浜 DeNA の佐野啓太外野手でございます。4袋目でございます。オリックスの宮城大弥投手でございます。で、中日のあごめんなさい、ヤクルトのヤフーレ投手のこれ25シリがね、出ました。少々お待ちください。で、こちら、分かりますでしょうか。でちょっとパターンが違いまして、これ赤白でちょっとね画面がねこれ虹色に光っております。これが25シリのカードでございます。で続けていきます。楽天の浅村秀人内野手でございます。で阪神の霧下拓磨、投手でございます。中日の石川昂弥、内野手でございます。で横浜の井上健人内野手でございます。で広島の栗林良治投手のこちらでございまして、読売ジャイアンツの、バルドナード投手でございます。で最後の、5袋目でございます。あごめんなさい、まだね、2枚残っておりました。失礼しました。で西武の若林学と外野手でございますが、現在はトレードで読売ジャイアンツに移籍しております。で北海道日本ハムのアリエル・マルチネス捕手でございます。最後の5袋目でございます。で阪神タイガースの、中野拓夢内野手でございます。で始球式カードが出ますね。バレーボール元日本代表の木村沙織さんのこれ分かりますでしょうかね。これハートが浮き上がってくるパターンでございます。こちらがねこういう風になってますね。こちらがですね、300シードカードでございます。はい、続けていきます。広島カープの秋山翔吾、外野手でございます。横浜の桑原正幸、外野手でございます。で、ヤクルトの村上宗隆内野手でございます。で中日の村松海人内野手でございます。ロキラでございます。でオリックスの、ソタビ雄平投手でございます。で楽天の松田拓磨、投手でございます。で、千葉ロッテの鈴木翔太投手でございます。で最後は同じく千葉ロッテのレフタリソト内野手でございます。かつて、横浜にも、在籍しておりました。はい、以上で、2024BBM ベースボールカードセカンドバージョン開封動画パート3 2回目の開封動画終わりたいと思います。後日でパート4もやりますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。
ありがとうございました。